ポケポケ、ちょっと気になる。ジュゴンです。さあ予告出ましたね。紹介していきましょう。しっかりと2つのガチャが予告され、チャンピオンズリーグとリーグ、それぞれが来るようです。今回は国籍と、あとはプレイスタイルとかスキルの変更の予告になっています。早速見ていきましょう。こんな感じで毎週紹介やってるので、興味あればぜひチャンネル登録、高評価お願いします。まずはチャンピオンズリーグの方から見ていきましょう。まずはブラジル2列目からの飛び出し。ブースター対応ですね。これはハフィーニャでいいのかな？チャンピオンズリーグハットトリックでしたよね。前回も似たような形で来ているんですが、まあ、今回もブースター対応ということは、まあ、ストライカーセンスかシュートのブースターつくでしょう。前回の能力もなかなか良かったですが、まあ、もうちょっとキック力が伸びるような、そんな感じだと嬉しいですね。スキルミドルシュート、あとコンカとかつくのかな、まあ、その辺の対応も注目されます。続いてもう一人、日本からワンタッチシュート持ちがやってくる。これ南野選手ですね。今回ブースターは対応されないようです。もともと逆足優秀だし、おそらく2列目は変わんないだろうから、まあ、そういうところもポイントかな。まあ、あとは能力がしっかりと上がってくるか。得点力はしっかり爆伸びぐらいするんじゃないかな。パスも80ぐらいになるかな？そういうところが注目点ですかね。今回ワンタッチシュートがつくということで、前回と一緒かな。かなりモリモリスキルにワンタッチシュートなんで、なかなか習慣スキル追加ができないからこそのシュートスキルはワンタッチシュート嬉しいですね。完璧に近づきます。さあ続いて一方リーグの方見ていきましょう。まずはポーランドのコントロールカーブ。これはね、二択かなと思ったんですが、まあ、ジエリンスキーか、レバンドフスキーか、まあ、どっちかかなと思ったんですが、ブースター対応。で、コンカ追加ってなると、ジエリンスキーコンカ持ってんだよね。ということは、やっぱり、レバンドフスキーかな。ちょうどこの前来たばっかりなんで、来ないかなと思ったんですが、来そうですね。直近も登場していますが、まあ、今回もおそらくラインブレーカーで、2ゴールなんで、シュート、ストライカーセンスのブースターが、まあ、シンプル追加になるでしょう。まあ、前回もなかなか良かったですからね。どこにブースターが乗るかっていうのがポイントかな。シュートとかならキック力とかも伸びるし、悪くないと思いますね。一応ヘディングでのゴールもあったのか、まあ、空中戦ももうちょい強くしてもらえると、レバンドフスキーの特徴がよりはっきり出るんじゃないかなっていう感じ。スキルで言うとエアバトあたりがつくのかな。あとはコンカか。スキル変更も注目されます。ラスト、トルコですね。これはね、完全に2択です。まず、イタリアダービー、2ゴールで、引き分けに持ち込んだユルドゥズ。そしてもう一人候補がいて、ハットトリックしてるベンフィカのアクティルコール。どっちもトルコですね。もし引き分けから来ないのであれば、アクティルコールの方を予告したんじゃないかと思うんですが、ここにアクティルコールは、どうなのかなって感じがするから、ユルドゥズの方なのかもしれない。ちょっと読みづらいですね。ブースター対応になるようです。アクティルコールは今回ハットトリックしています。まあ、シュートのブースターかストライカーセンスのブースターがおそらくつくでしょう。まあ、しっかり足速いんで、まあ、得点力もついてくるとより強みは増してくるかな。 OMF の適性はつきそうです。あとはヘディングでのゴールあったんでヘッダーエアバトとかつくのかな、まあ、その辺にも注目が集まります。もう一人はユルドゥズ。ユルドゥズは今回左のミッドフィルダー登録だと思うんで、まあ、おそらく2列目になるっていう形でしょう。まあ、前回ファンタジスタブースターで登場しました。こちらも2得点か。あと逆足ね。逆足でゴール決めてるんで、逆足の強化が今回注目点になるかもね。前回もなかなか良かったですが、もうちょっとシュート能力とか決定力とか伸びてくると嬉しいですね。まああとユルドゥズ、スキルがどうしても少ないから、まあしっかりとついてくるか、その辺がポイントだと思います。その他予想動画で候補選手確認ください。果たしてトルコは両チーム選出なんでしょうか。そして明日、バロンドール絡みのね、何かあるんでしょうか。その辺も待ち遠しいところです。今回以上です。ではまた。